リヨン駅、リヨン駅は、フランス、パリ市中心部から南東に寄ったセーヌガーウガンの12区に、ある、フランス国鉄、SNCF パリ交通公団、ラトップの駅。SNCF の駅は、パリから南東方面への列車のターミナルであり、地下には、レラ線、ディー線とメトロ1号線、14号線の駅がある。リヨン駅という駅名は、パリから、 リオン方面へ向かう鉄道の起点、あるいは旧パリリオン鉄道、後にパリリオン、地中海鉄道を経て現 SNCF の一部の駅という意味である。パリ市内やその近郊では単にリオン駅と呼ばれるが、全国版の路線図や時刻表、長距離列車の案内などではパリリオン駅、またはと呼ばれる。なお、リオン市にはリオン駅という名の駅はない。 パリからディジョンを経由して、リヨンに至る在来線の起点である。在来線からは、パリ市街で l g v 南東線が分岐する。リヨン駅を発車する主な列車は以下の通り。地上の SNCF 駅は、北西側が行き止まりの東端式ホームから構成される。ホームは6から8メートルの高さの森土の上にある。これは、セーヌ川の氾濫を避けるためであり。 1910年の洪水の際には、対岸のオステルリッツ駅が大きな被害を受けたのに対し、リヨン駅の被害は軽微だった。駅の案内表示では、森土上のホームのある層が地上階であり、その下の周囲の地面と同じ高さの層は地下1階となる。以下回数表記はこれに従う。ホームは青と木の2群に分けられている。 青ホームは東端を駅舎に接する位置にあり、北東側から順に A, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N の12線がある。木ホームは青ホームの北東側、駅舎から200メートルほど下がった位置にあり、南西側から5、7、9、11、13、15、17、19、21? 23番線の10線がある。青ホームの駅舎側の半分はトレインシェットで覆われている。青ホームからの出発線とキホームへの到着線は駅の南東で立体交差しており、相互に支障しないようになっている。駅舎は青ホームの東端側、ルヤルマン広場に面している。駅舎正面に向かって、 右手には高さ67メートル、時計の直径6.4メートルの時計台がある。駅舎の1階、日本式表記では2階には1901年開業のベルエポック調の装飾で知られるレストラン、トランブルー、青列車があり、映画、ニキータにも登場する。地下1階、周囲の地面の高さには、青ホーム各線の中間部分と、木ホームの東端部分を結ぶ連絡通路があり、 南西側ではそのままベルシー通りのバス停、タクシー乗り場に通じている。ラーの地下駅は SNCF 駅の南西に接するように位置する。その真上は経済、財政、産業省ビルの一部である。地下2階がコンコースで地下3階に D 線ホーム2面4線、地下4階に A 線ホーム1面2線がそれぞれ設置されている。A 線ホームの員は D 線のホーム2面及び中間の2線を含めた福音と同等であり、A 線ホームから D 線の両方のホームへ1回分の移動で乗り換えが可能である。1号線の駅は SNCF 駅の駅前、ディドロ大通りの地下にある。ホームは2面3線であるが、うち1線は5号線ケドララペ駅への連絡線であり、通常は使用されない。 一時期はこのホームが5号線の起点となっていたこともある。駅のすぐ西には半径50メートルの急カーブがある。14号線の駅はラーの駅の南西に接し、ベルシー通りの地下にある。地下2階のコンコースはラーと共通であり、南西側はラトップ本社ビルの地下部分と直結している。地下3階のホームはメトロでは、 数少ない島式ホーム一面二線の形態であり、ホームドアが設置されている。1849年8月12日にパリリオン鉄道の起点駅として開業したのがリオン駅の起源である。当時の駅は現行の駅よりバスティーユ広場に近い位置にあった。その線路跡がリオン通りとなっている。二代目のリオン駅は1855年にパリリオン鉄道、 同名の鉄道会社としては二代目の駅として、現在の駅と同じ位置の森土城に建てられた。この時のホームは5線からなり、全長220メートル、幅42メートルの大屋根で覆われ、その両側に出発用、到着用のホールが設けられていた。1871年のパリコミューン末期には、放火により反殖したが、すぐに元通りに再建された。 1900年の万国博覧会開催に合わせて3代目の駅が開業した。ホームは13線からなり、現行のアウホームに相当する。駅舎はマリウス・トゥードワールの設計によるものである。また同年にはメトロの1号線が開業した。1957年のビリー・ワイルダー監督、オードリー・ヘプバーン、ゲイリー・クーパー主演の映画、昼下がりのジョージのクライマックスに出てくる。 1960年代には、ラーの乗り入れのため、ホームの南西に接していた建物を取り壊して、地下ホームが建設された。工事は1972年に完了し、後のラー、D 線ホームが、近郊列車用ホームとして使用された。ラー A 線は1977年に乗り入れを開始した。1981年には、TGV の発着に対応して、 地上ホームが増設された。これが、寄ホームである。1988年6月27日、近郊列車ホーム、現、ラー、リーセンホームで、列車衝突事故が発生した。リヨン駅行きの近郊列車で、降車駅を間違えた乗客の一人が、非常ブレーキを作動させ、その復旧の際に、列車の運転士、ダニエル・ソラン、当時42歳と、車掌、 ジョン・ボベがブレーキ管のバルブを不正に操作したため、全車両のうち3分の1程度しかブレーキが作動しない状態になっていた。運転手は、リオン駅に近づいたところで異常に気づき無線で、列車指令に報告したが、この時、列車番号を正確に伝えるのを忘れたため、指令は異常を起こしたのが、どの列車か把握できていかった。このためポイントを操作して、 無人の側線に入れるなどの対応もできないまま、列車は地下ホームに侵入し、ホームで発車を待っていた別の列車と正面衝突した。この結果、乗員乗客計56名が死亡し、57名が重軽傷を負った。同年、世界最長距離を運行した列車、オリエントエクスプレス88が当駅より発車した。海上構想を除いて、 実際に同一軌道場を運行されたのは香港までであったが、リヨン駅の行き先表には、時をすなわち、東京と表示された。1995年に、ラー・ディ線のリヨン駅シャトレレ・ある駅間が開業し、地下の近郊列車ホームは、ディー線ホームとなった。1998年には、メトロ14号線が開業した。駅前のルイ・アルマン広場からは、 北リヨン通りを介してバスティーユ広場に通じている。駅とセーヌ川の間には近代的なビルが林立しており、ラトップ本社ビルはこの地区にある。その南は経済、財政、産業省本館などのあるベルシー地区に通じる。また、駅の北に位置するドメニル大通りではバンセンヌ線跡のアーチ下がブティックアトリエ街になっている。 セーヌ川対岸のオステルリッツ駅へは、シャルルとゴール橋を経由して、徒歩で乗り換えが可能である。また、ベルシー駅も徒歩で連絡可能な距離にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。